はいはいはい、入りましたか。はい、ようやくマイク入ったようです。どうもお疲れ様です。第669回両輪幹事会を開催をいたします。今日は前田議長が、読んどころない事情によりご欠席ということで、代わりまして直島が議長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初に、岡田代表からご挨拶をお願いいたします。急な臨時の常任幹事会ありがとうございます。今日が民主党としては最後の常任幹事会になります。私代表に就任して以来1年3ヶ月間大変お世話になりましてありがとうございました。党の再生、道半ばではありますが、今回日曜日に民進党の結党を控えて、さらにしっかりと再生を果たしていきたいというふうに考えております。参議院選挙 もう間近に迫ってまいりました。ここでしっかりと流れを変えて、そうして政権を担える政党として力を合わせて、みんなで民進党を作っていきたいというふうに考えております。今日までの皆様のご協力に感謝申し上げ次第であります。今日は最後の常任幹事会として結党大会に向けての最終的なさまざまなご相談をさせていただきたいというふうに考えておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。はい、それではメディアの皆さんありがとうございました。